のバトルの舞台は桔梗コース1番ホール357ヤードパー4。左右の林に注意しセンター狙いで攻めましょう。続いては桔梗の1番ホールです。中川プロ、特徴を教えてください。はい、このホールは357ヤードのミドルホールになります。はい、ですね、右サイドが、次のホールになるんですけど、こう右の方に崖のようにこう下っているんですけど、はい、今度は逆に左サイドはですね、まあ、斜面にはなってるんですが、意外とあの林に吸い込まれやすくなっていて、ちょっといやらしいホールにはなりますね。そうなんですね。なので、まあ、ティーショットに自信のある方はもうまっすぐ気持ちよく打っていただければいいのかなと思うんですけども、まあ、ちょっと不安がある人とかでしたら、まあ、刻んだりするのも全然ありなのかなと思います。わかりました。はい、中堅さん、ここはちょっともう、はい、今刻もうか考えてるんですよ。刻もうかでもちょっと負けね、はい、うちらもどうなんだよ、勝ってもどプレーオフしかないじゃん。なんとかプレーオフに持たないじゃないですか。じゃあ頑張っていきましょう。はい、では中川プロからお願いします。はい、おっと、珍しいね。ちょっと右ですね。引いちゃいましたね。ちょっと最近俺が飛んでるから力み始めてるか。あれ、あんな球めった打たないように。いや、珍しいですね。うん、俺はしょっちゅう言ってるけど。あ、戻ってきて。戻んないわ。ガー、どうだろう。いや、林だねこれ。うわー、これ白石さんと。レイカちゃんの勝負。どうぞお願いします。では白石さん、お願いします。はい、白石さんの球にかかってますよ。プレッシャーかけるんですよ。ちょっと待ってください。プレッシャーかけるんですよ。藤田さん、はい、どっちの味方？オッケー、ちょっと右だけど大丈夫。やべえ、これ木の、あ、でも大丈夫だ。大丈夫です。ちょっと結構緊張感あるスイングしましたね。よく深まったね。ではレイカプロお願いします。はい、あ、でもピン左だから、うん、大丈夫です、大丈夫です、うん、全然大丈夫。全然大丈夫。だって3、5、7しかないんだから。大丈夫。完璧。ナイスです。うん、完璧。よし、追いつけそうだ。はい、これは3、そうですね。ナイスです。よし、抜けた、シャークした。あ、でも抜けた。おお、あ、なんかエッジぐらい行きましたかね。あ、シャークした。
ちょっとやりすぎたな、最低これ。ちょっと右、そうですね、ちょっと右ですね。やばい。いいんじゃないの？左キック、左キック、うん、止まっちゃった。ナイスオンです。ナイスオンです。どんぐらい？2メーターぐらい？2メートルぐらいですね。そんなもんですかね。よし、75。はい、ああ、いや、これめっちゃいい。ああ、入りそう。え、いや、大きいと思ったの今。本当ですか、うん、近い近い。あれ入っちゃうわーなのかと思ったちょっと大きいと思った。まあでもこれもう入れるしかない。あっち OK ですからね、ほぼ、うん、そうですね、ほぼ OK ですね。入れるしかないから、マッチだから。じゃあいきます。お願いします、はい。うまい。ああ、遅いんだ。そうだ、多いんだよ。ないな、忘れてた難しいですね。わあ、そんな右出ないか。もっと直線に見ちゃえばよかった。これスライスしないんですよ。うわー、簡単に。ナイス、しっかり入れましたね。っていうか、パター持ってないじゃないそんな、俺を信用して。星野健さんが入れてくれるからって言ってましたもんね前回、前回いっぱいよ、俺大丈夫ですこれは大丈夫だよね、さすがに、うん。おっ、ナイスってことで、これを引き分けになりました。やった、引き分けになりましたよ。さあ、引き分けとなりましたので、はい、プレーオフやりたいと思いますが、はい、何のゲームでいきましょうか。アプローチ。アプローチで、もう究極のウルトラ、はい、アプローチです。究極ウルトラアプローチよく意味わかんないとにかく難しいってことです。バンカー越えで砲台で下ってすぐピンがそこっていう、はい、嫌なやつばっかりじゃないですか。なかなかこれ想像力働かしても寄るイメージが湧かないような、うん、そうですね。で、一番寄った人が、はい、そういうとこが、はい、あの白石さんが好きだって言うんで、あえてやります。難しいのが好きと、はい、白石さんは2回打てます。2回ですね、はい、で、とにかく一番近い方の勝ち。わかりました。チームの勝ち、はい、では、白石さん、はい、お願いします。お願いします。ローブ行こうと思ったんですよね。はい、浅く入りますか、うん、行こうか、OK。 じゃあ、チェケさん行きます。お願いします。まず一番大事なのね、はい、ボールを置く位置ね。これをちょっと探ってるわけですね。探ってるわけですね。でもこう下が硬いでしょ。はい、これロブで跳ねたらね、うん、あー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 お願いします。うまい、うまい、うん、素晴らしい、ナイスです。どう、
ね、カップの顔が。いや、大丈夫、大丈夫。あっ、いや、頑張るよ、お姉さん。頑張るよ、うまかったな。うまかった。さすが。まだ白石さんもう一回やってる。まだ終わってない。もう一回やりました。二人の距離足すんでしょ。止まれ。止まれ。惜しいな。いいっすけどね。どっちどっち。あら。あら。なんかレイカの方が遠い。ちょっと右手が上がってますけど。近い。近い。でもなんか同じぐらい。いや本当にほぼ同じぐらいだ。いや明らかに。やったー。もうちょっと泳ってくれ。すごい近かった。いやーお見事。参りました。参りました。見事です。ということで、はい、中堅さん、レイカちゃんチームが見事勝利しましたね。ありがとうございます。拮抗した戦いでした。はい、では、レイカちゃんにメダルの授与をお願いいたします。おめでとうございます。おめでとうございます。本当に嬉しそうって言った。いや、今回もなかなか厳しい戦いでしたけど。ちょっとね、今回はね、こっちがね、ちょっと隙見しちゃったんで。途中ね。ただ最終ホールがね、あれ隙見してくれましたからね。ね、なんかガンプロが離れてる。うん、ね、まあ、アプローチもうまくやったと思ったんですけど。そうですよ、うまかったです。これ厳しいかなと思ったんだけど、はい、レイカちゃんが見事にそれを上回るアプローチをして。いやー、お見事でしたよ。うん、レイカプロ、本当に嬉しそうでしたもんね。いや、嬉しかったです。ね、もう絶対寄らないだろうなと思ってたので。はい、お見事でした。ありがとうございます。そして白石さん。はい、振り返っていかがですか。わ、最後のロブショットはちょっと残念だったですね。うん、でもやっぱり最終の、はい、やっぱセカンドをやっぱり中川プロにもうちょっとちゃんと打ってほしい。そうですね。チームですからね。振り返すと得意だから。でも、あの、白石さん、喋りがお得意って言ってた、その喋りは出せました。出せません。もう少し、あと3回ぐらい出ないと。またぜひいらしていただきたいと思います。レイカブロもあまり美人なんで、ちょっと上がっちゃいました。今更何を言ってるんですか。最後の最後にでも本当にいい戦いでしたね。はい、最後の最後まで、ね、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。